アッチメ TV をご覧の皆さん、こんにちは。東条リオでーす。はい。ということですね、まず、はじめに皆様にご報告があります。はい、朝、珍しく抽選いい番号取れて、狙い台の聖夜取れました。で、もう今打ち終わりました。どうぞ。さあ、取れました。聖夜、まず私はちょっとカスタムからいきたいですね。先ペガは出やすい、信頼度 50%、 太陽目出やすい、もう全部出やすい、で行きたいと思います。あ、ペガりましたね。さあ、私のペガはそうだ、信頼度 50% の子なんで、はははは、当たったんだが、85ゲームで投資3000円です。早っ。おい、中攻撃、頑張れ頑張れ、中なら耐えれるだろう、中なら耐えれる、中なら耐えれる、中なら耐えれるって、中なら耐えれる、ねえ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 、あははは、よう走ろう、ああ雑魚ということで、早い当たりでしたが、フラッシュならず。イエーイ見てください、この太陽の目光ってますよ。134ゲーム投資がトータル7000円ですね。当たり軽っ。あー、デッドエンドシンフォニー強いやつ。デッドエンドシンフォニーって言いたくなるんだよな。まあまあ、でもまあまあ、2回で負けるよりはまあまあ。頑張れ頑張れ。あー、マジでやばすぎる。とまあね、こういった感じになってまして、はい、まあ、まあ一言でまとめると、まあボツですね。はい、いや、頑張って頑張ってかき集めて、多分1分ぐらいの動画にはなったかなぐらいの、まあ、出来ということで、まあ、今回はちょっと泣く泣く勝手に作りました。もう新企画、まったりジャグラーを打とう。最近ちょっといろいろ近況とかね、報告したいこともたくさんあったんで、まあ、そこを、まあ、ちょっとまったりジャグラーの光を見ながら、ちょっとね、こうイルミネーション見ながらみたいなね、ちょっとそういう感じでまったり実践していこうかなと。ここからが本編でございます。ここからぜひ皆さん温かい目で見てもらえればなと思います。ということで、聖夜で使った4万6000円投資回収しに行きたいと思います。頑張ります。まあ、ゆったりジャグラー打ってきますか。ずっとね、戦場に身を置いてたんで、ちょっと今はね、こうまったり、今バカンスモードです。いや、ただね、まあ、ちょっと前半でスマスロー聖夜打ってたんですけど、
あのお昼休憩に行きまして、で、ね、そこがね結構広い、まあ、モールみたいな感じになっているところで、なんかそのモールでなんか今キャンペーン中ですみたいな、何の気なしそのキャンペーンにちょっと食いついちゃってですね、それが何のキャンペーンかっていうと、こうウォーターサーバーだったんですよね。もともと登録してたウォーターサーバーがもうめちゃくちゃ高いんですよ。もうものの2、3分ですよ。2、3分の間にちょっと心つかまれまして、まあ、結局それを契約することになったんですけど、それが、まあ、年間8万円で契約してたものが3万円になりますっていうことで、まあ、大体ね5万円も安くなるのかと。っていうことは私が午前中に使ったあれ聖夜の4万6千円が実質チャラになったんですよ。そこで多分これ過去やった人いないんじゃないですかね、うん、多分私が人類初だと思うんで、まあ、いい経験でしたね、はい、いやでもそのディスコも本当に見てくださった皆さんには本当にもう申し訳ないんですけど、私の罰ゲームが決まってしまいました。まあ、その罰ゲームが何かっていうとですね、まあざっくり言うと、まあ、SNS とかで流行ってる、まあ、ダンスを踊るとか、まあ、動画を撮るみたいな、まあ、そんな感じですね。いやいや、いいですよ、若い可愛い女の子が踊ったら可愛いですよ、それはもうそれはわかる、うん、いやだけどまあまあいいお年の、私も本当にいいお年の女性なんですよ。私はそれがね TikTok で踊るっていうのはちょっとまあどうしたもんかなと本当に、いやでも本当になんかもうマジで本当に嫌なのを分かってほしい、マジで本当に、はい、第2シーズンはマジでちょっと何とか頑張りたいですね。まあ、そんなところでですね、条件がまたミッションがちょっと変わりまして、再生回数50万回は変わらないんですけど、いいねが3000から5000になるっていう、なんだいいね3000余裕だったねみたいな、じゃあこっちは増やしていいかみたいな、なんかちょっとすごいか安易な感じで増やされたんで、ちょっと本当に皆さんよかったらちょっと1回いいねを、毎回動画見るたびにいいねをしていただけるとありがたいです。まあ、コンプリートってね大きな目標を掲げてるんで、まあ、しっかりそこも目指しながら、万枚超えたらコンプリートとの小文字ぐらいにはなりますよね多分ね。もう本当に私人生で一度しか万枚超えたことないんで、ちょっと二度目の万枚をミスコンで出せればなと思います。ただもう万枚出すまでにいくらかかんだろうなシーズン1って私いくら負けてますかね。いやー、サキペカやっと来ましたよ、よかった。あと1ゲームで555だった、554ゲームです。9000円投資してます。やっと当たってくれましたよ、ありがたい。まあですね、やっぱりなんだろうな、この前回ミスコンのシーズン2の、1話撮ってからもう1ヶ月半ぐらい経つんですけど、もう本当それまでにマジでいろいろあって、なんか M リーグの撮影とか、まあいろいろ新しいなんかいろんな仕事の撮影とかがあったりするんで、ちょっとダイエットしようと思って、で、まあ、来シーズンに向けてやっぱり体調管理とかが本当に、まあ、あまりできてなかったなっていう、やっぱ体力もあまりなかったんで、もうちょっとダイエットもしながら、あとは筋トレもしたりとか、いろいろこう健康の部分は気を使っていこうと思ってダイエットをし始めましたと。でその後に
まあ、シーズン2の1話がね5月6日なんですよ、撮ったのが。でそのあとに、まあ、4日後か、5月10日ゴッドの日ですね、ゴッドの日にちょっとお話がありますということで、まあまあもうお呼び出しを食らいましてですね、まあ、ちょっと生前の霹靂ですわな、はい、まあ呼び出し、まあお話がございますって本当にろくな話じゃないですよ基本的に、うん、いい話の時はだいたいもうちょっといい感じに言うんで、ちょっと雲行き怪しいなというところが始まりに、まあまああの M リーグですね、フェニックスがちょっとおやおやとなるわけですよ。でその後直後ぐらいかな、いやちょっと待てよ、禁煙を始めたのがですね5月19日ぐらいだったかな、2日だったかなぐらいから禁煙を始めたんですけど、46ゲーム持ち玉これでちょいトントンぐらいにはなったかな、やれてる、これは聖夜よりは明らかにやれてますね。まあそう、タバコを私全面的にもう大好きアピールしてたんで、やっぱそれをしてるとですね、やっぱ最近差し入れがやっぱタバコっていうのがすごい多くて、本当にワンカートン差し入れでどうぞみたいな方も結構多くて、めっちゃありがたいんですけど、まあ、ちょっと禁煙した身としては、あ、これ差し入れでいただいても私吸えないんだよなと思って、次の差し入れが発生しそうなタイミングの前にこれはもう禁煙したことを伝えなきゃと思って追悼したわけですよ。あのもう私禁煙したんで差し入れなどはもう本当に、うん、結構ですありがとうございましたみたいな。そしたらまさかのネットニュースになるっていうね、もう衝撃ですよ本当にネットニュースなるかいなっていう、まさかあんなに大好きだったタバコをやめるとはみたいな、なんか本当すごい時代だでからの M リーグ、まあ、セガサミーフェニックスチーム来季契約できませんということに、それもめっちゃネットニュースになってましたね、禁煙の日じゃないぐらいやっぱり、思うところはあるわけですよ、まあ、正直1年目2年目と私はポイントが成績が結構良くて、まあ、3年目もちょっと頑張ろうと思ったところで、まあ、ちょっと結構負けが込んでしまってですね、まあ、でも正直自分で言うのもなんですけど、本当1年目2年目より3年目の方が内容良かったと思うんですよねまあでも本当にちょっとそれでも勝てなかったってことはもうそれ、まあ、私はまだ未熟だったってことでしょうがないんですけど、まあ、それをやっぱり負けを素直に受け止めて次のシーズンはもっと、まあ、麻雀も頑張るけど、まあ、そういう体力面とかもうちょっと改善していこうと思って見直してたところにまさかの契約更改しないと、おっとっとみたいなまあ特にちょっとショックだったっていうのは、まあなんだろうな、すごい、うん、まあもともとですけど、まあ、来シーズンどう頑張っていこうみたいな、来シーズンどうやったらさらに勝てるようになるかなとか、こう勝つためにはどうしたらいいのかなみたいなのをこう根本的に改善していこうみたいなのを決意して割とそれに慣れてきたところでの契約更改せずだったんで、ちょっとそれはマジでショックで終わりましたね。なんかいい例えないかな、私例えも好きなんですよね。あ、私がこの好きな例えのもう一回どっかで例えちゃったんですけど、まあ、結婚式場を予約してましたと、婚約者と結婚式1ヶ月前にごめんやっぱ結婚できないみたいな
逆マリッジブルー起こされたみたいな衝撃みたいな、式場も冴えてたのにみたいな、私なんかもうすごいあのブライダルエステとか言って今割と完璧な状態になったんだけどなみたいな、ね、まあ新チームが増えてくれてっていうパターン、もう新チームが10個ぐらい増えれば多分選ばれてるもんですよ、もう消去法でも、うん、もう本当に今9チームあるんで、あじゃあ6チームぐらいどうでしょう、うん、6チーム、いやちょっと割り切れないな、まだバーだったね、めっちゃ滑ったの、また M リーグという舞台に立てる準備だけはまあ常にしておこうかなと、まあ、前向きに考えてはおります。また選ばれるように努力するしかないですね、まあ、ということでね、まあ、いろいろ今日話していきましたけれども、いかがでしたかこのまったり会本当はね結構殺伐としてたんですけどね、朝一はあのこれ高評価だったら、あのミスコンダメだった時に毎回これまったり実践っていう名前の、うん、ちょっとあの新番組始まるかもしれないんで、よかったらコメント欄に、なんかいろいろお寄せくださいますとともにいいねをしてくださると幸いです。まあ、ということで、実戦終了しました、今日の投資はですね、聖夜が4万6000円か、4万6000円、そしてジャグラが9000円ということで、5万5000円投資というところで、まあ、ゴーゴーってことですよね、ジャグラの。で、下皿半ぐらい、もうあれ、今日まったり実戦なんで、はい。あのそういう収支とかにこだわりはないんで、特にまあまあ使ってちょっとだけ返ってきたとだけ、はい、認識してもらえれば大丈夫です。ということで実践終了、お疲れ様でした。